赤い服着てる。あ、そうだ、新しくなった。多くない？ 14。 14ね、便利だね、これめちゃめちゃ。こんなただね、雑然とした景色がこんな。いや、なんかでも全然人間として認識されてない。ちょっと休憩すれば、はい、味の保証はないよ。あと、なんかわかんない、火取ってるか怖い。いや、死にはしない俺。怖いんだけど。肉じゃないんだから。サタンダギ、うん、おとなしいスマホ途中で見れる。フォークやろか。うん、うまい。これどう、気が抜けた。暑いって言ったで、ね、ちゃんと火取ってるよね。ベトベトしてないの？ベトベトしてたらやばい。オールドファッションみたいだよね。うん、甘いオールドファッション。すごい砂糖入ってるよ。甘い。味する？なんか甘い。砂糖しか入ってないよ。砂糖とレシピ通り作ったらちゃんと。あ、おいしい。そんなに暑いとちょっと待った方がいいな。食べたいけどちょっと待ってから食べようかな。全然暑くないよ。うん、大丈夫。暑いだろう、どうやったって。それは。グングワホー。全然大丈夫。寝てたからね、しあれだよ。グングワホー。なんだって。大丈夫。はい、暑くない。暑いじゃん。暑いじゃん。どうやっても暑いよね。はぁ、はぁ、あ、暑くない。暑いって言ってるよ。わかるわかる。なんか甘いんだけど、これサーターアンダギーってこんな甘いの？チェダーチーズ。甘い甘い。だけ感じる。沖縄のお菓子だっけ。あ、うん、サーターアンダーギー。アンダーギー。サーターって何？アンダーギーっていうのが、これ油で粉を油で揚げたもの。か、じゃ粉のお菓子がアンダーギー。うーん、サーターのサーター。サーターがなんかおばあちゃんっていう意味らしくて、おばあちゃんが昔作ってた、うん、寝て作ってたっていう意味。うん、そう。ほら、だから来たじゃん。絶対と信じねえと思って今。ガチ？おばあちゃんは違うよね、多分ね。途中から怪しかったの、顔。うまっ。絶対違う、これと思って。これがえのきかしら。そう、えのきちゃんとまいたけ。アントニオえのき、うん、元気があれば、元気があれば何でもできる。元気ですか。元気です。いいとこに来たよ、お姉ちゃん。ビールをね、今ください。ダメ、ビールはいっぱいください。どうしよう、あの天中作る、うん、いらないよ。いらない、うん、塩があれば。しようか。来たー。 B、 マイタケオちゃん、マイちゃん、タケちゃん、なんかいいビールなかった？私がゴルフのコンペでもらったキノコです。コンペ、コンパ、コンパじゃないよ。なんだコンパ。ゴルフのコンパ。あ、すげえ。なにこれ。キリンクラシックラガーだってよ。あとこれも出して。キリンクラシックラガー。あ、じゃあこれ出してもらおうか。これどうしようか。それぞれね。いや。くはー。
組み合わせは最高や最高や。シールはこれさ、あ、うわ、こんなもんじゃ、うんうん、そうだね、今日、まえちゃんのリクエストだもんね。そうだよ、豚汁と角煮、最高かよ、ブタブタ。そうだな、なにムカムカ、ブタブタ、ブタブタか、ムカムカじゃない。うん、うん、そう、待って待って、これ一人一人だよね、待って。これ私、豚の角煮です。これがお姉ちゃんの、うん、一番多く持ってやったぜ。油をね、極限まで上げしたから、これこれすくって取ったから、これ一人前だから、ね、これ私のやつ。えのきも、お父さんご飯いる？いらないっす。ちょっとぐらい食べない？うん、ちょっと食べない？うん、どっち食べる？食べる。本日のおにしきの晩ご飯です。豚汁の豚の角煮と、やば、どうしよう、キノコの幸せ天ぷら。幸せだねこれ。まだ食べてないけど幸せ。もう食べていいですか？はい、いただいてます。いただいてないじゃん、まだ。七味入れた。うん、ちょっと天気、うん、天気もいいよね。ちょっと入れすぎたかも。わあ、辛いの苦手なのに。あ、うん、あっ、おいしい。うん、出ない。豚汁いった。頑張れ。豚、うん、汁バカうまい。あ、頑張れ。めっちゃ怖い。お手に出てる。あー、出てる。ちょっと。ダメだ。ダメだ。よ、食べるんだよ。やりますよ。確認確認中。うん。あ、これ大根もシュミシュミじゃん。なんか変なの入ってなかったよ。シュミ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 やん。うん。うま。これやばいね。うん、出れないわけじゃないじゃんね。うん、あったら食べるでしょ、うん。でもあっても食べられないんだよ。スキー場行ったカレーとかさ、うん、行ったカレー、スキー場行って食べるカレーはさ、うん、袋に入ってるのわかる。うんうんうん、うん。水漬けが。食べたい人は開けてばって出して食べるやつ。めっちゃ食べてない。そんなかぶる。ちょっと嫌だね。ソロコーデしないでください。前説の時着てたやつ。うーん、またあんの？ある。来月11月。決まってない？変則決まってるけど分かんない、うん、なんかまだチラシ出てないから宣伝していこうかな、うん、宣伝しといて自分呼ばれなかったら辛いしね。違うメンツでやったりして声かけなくなっちゃう。あ、クルミいらないみたいな、うん、やだ。あ、そう、このゆで卵もいいんだよ。これ普通のいつものあの、うん、トロッティリアでしょ、半熟かな。ちょっと今日ね、勢いよくやっちゃった気もしなくもない。あー、やっぱ一番勝利が一番うまい。食べてるゴンチがさ、うん、可愛いよね、本当に。おじいちゃんみたいな顔してるもんね。そんなことない。寝て、なんかさ、寝夕方さ、ゴンチがさ、家じゃねえよ、部屋で寝ててさ、うん、お母さんがちょっと様子見てきてよみたいな時にさ、めっちゃ可愛い。可愛いよね。寝てる時でしょ？ほんと可愛い。起きたらね、憎まれ口して肩からいくせにね。起きたら気持ち悪いのできちゃうから、ちょっと。可愛いんだな、これが。でもね、触るとね、うん、ほんと？うん、ほら、めっちゃ触ってやった。じゃじゃ、あ、え？いつ寝てないよ今日って。ここで、え、いや今日ってのしょっちゅう。え普通に。普通にキモ、普通に触ってますよ。キモいキモいキモい、寝てる時やば、うん、こうやってきて全然寝てる時あるじゃんね、うん、ここでね、うん、眠いんだもん全部。え、洗顔もう1ボトル買わないとちょっときついかも。姉ちゃんはね、2回でね、姉ちゃん、おただいまっつって返事ない時にくちょってやるとマッチ棒みたいになってるから。お姉ちゃんはもうあのし、あれあれ慣れっぱだから。
こうピッてなってんだよ、うん、なんなのあの、うん、ね、うつぶてでね、うつぶてでね、何してるこいつ、棒みたいになってるね、船に全員気持ち悪かった、本当に船が全然ダメ、船はな乗んないからさ、普段、うん、あればっかり俺もなれんわ、え、海の人なのに、俺だってう、あ、海あるじゃんね、海あるけどさ、結構まあちょっと遠いね、うんうん、山の中だか、うん、うん、ほらよくそれ言うけどさ、海がある県だからって言って船に慣れてるとは限らなくない、確かに、どちらもさ、ちょっと待って、あんたら山なんか登ったら高山病になるでしょ、登山慣れてないですよ全然、つばくろ登って最後登ってないよね、だあの手前だね、円山荘前だね、うん、登ったも当然だって、あそこまで行ったらさお父さんだけ行ったんだっけ、行った、ダウンしちゃったんだっけ、ダウンっていうか限界でもう行けなかった、寝ちゃってそこで寝たね、寝た、それもほんとね、今ぐらいのベンチで撮ってるねマッチ棒みたいにちょっと動かないんだよね、それマッチは通報されてたんだよ、うん、落ちないんだよ、だからベンチ、ベンチにぴったりだったけどベンチ、ベンチ、ベンチでもさ、一回さ、ちょっとその時はもう中学生、小学校だったから、うん、諦めるってことを知ってたわけ、うん、でも今は多分絶対諦めに登れると思うの、だからリベンジしよう、あいいね、いいよ、つば九郎で、うん、もう一回、うん、疲れる足がアコやったり、あの円山荘で止まらないで先まで行きたいやん、無理諦めたくないのよ、いつも引きこもってるこんなやつが急に外で外出しまーすとか言って、無理も決まってんじゃん、いやちゃんとトレーニングしないと、引きこもってる、引きこもってるのやつがもう急に、はい外出しますリベンジでいいよって言ってあ、ちゃっちゃ登れるのは早じゃないと思うんですけど、どこですか、でも本当になんか急にパッとやれた時でも、あの一番ダメなのがなんか、あーダメ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 、本当照れてもいいから、あーみたいな、それなんでもいいな、可愛げがある、なんかよくわかんないこと言っちゃった時あるなんか、ねえなーすって、そう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 、なーすって、あーでーす、俺だって未だにあるもん、お父さんってなんだ、パッと僕が出て、あーあと挨拶間違えちゃう時ある。おはようございます、もう9時とか8時とかの時間にこんにちはって言っちゃう先生に、うん、こっちが言い方間違えちゃった時に、例えば5時とか6時くらいにこんにちはって向こうがこんばんはって言ってくるときやる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 、やだ、すごいやだ、気まずくない、うん、あ、ごめんなさい、うん、いや、あ、そっか、確かにと思うんだけど、うん、いやもうそここんにちはで貸してくれてよくない、わ、うん、かるわかるわかる、すごいわかる、それ単純に寂しくなるのが、うん、私学校遅くまで残るときにそのすれ違う先生にこんばんはって言うとさようならって言われるの、あっちょっとなんか帰れないんだけど、まだ帰れないんだけど、こんばんはって7時とかね、6時半とかに、ね、こんばんはじゃん、こんばんはって言ってさようならって言っちゃって、あ、そっか、さようならかってなっちゃって、まだその後話があるかもしれない、ね、あるかもしれないじゃん、すごい悲しくなるのそれが、多分でも逆に使えるね、なんか話したかけられたくないとか話したくないときに、うんうん、こんにちはって言われたら、あー、さよならーって、やだーやだーシンプルに死んだくないやん、それは違う、そういうことじゃない、お父さん、シンプルに嫌やん、それ場面が違うよね、辛すぎる、例えば、なんかなんか面倒くさいみたいな人に使えないから、だから、あー、お兄さん、こんにちはって、あー、さよならーってだってこれから使うから、あ、こんにちは、さよならこんにちは、さよなら、やばい、さよならでいいんだよ、もう男子と喋るとき、わかんない、自分、わかんない、そんなこびて、こびてはない、そんな女子の方がこびる、私は、うん、うん、マジで、声があるの女子だもん、女子の方がトーンを上げる、男子と喋ってるときは、あーって感じ、ちょっと本当にうるさいから黙ってひどい、しようで、男子と喋ってるときキャッキャしてたらさ、そんな怒ってったら、もうなんなお前ってなるから怖いからちょっと下げる、トーンを下げる、低めに喋る時はある、まあ、普通に面白い時は笑うけど、出した話でも、うん、それでも普通の時はあーおーうんマジこのあーおーうんは本当に疲れると思ってる、あーあーおーうんうん、嫌いとかじゃ、嫌いとかじゃないの、そう嫌いじゃない、でも色めんなさくなること嫌だから、あーおーうん、怖い、いや怖い、
三段活用。これだから。おお。喋、りたくないわけじゃないのに、面倒くさいことになるのが嫌なの。なるな。その三段活用は俺も実は使うよ。うん。面倒くさい人とかいるじゃん。でも言っちゃったらダメやん。だから、ぐらいでは完璧だね。表情ぐらいでは使いますよ。完璧だね。完璧だよお父さん。すごいしか言うことがないときはもうずっとそれしか言えなくない？だって。すごい、やばえ、でも、まあ、えぐーみたいな。あのうちらの場合は本当にもうこの台だともうあの会話がその日本語じゃなくてもいける。だから、マジでやばでいける。それはやばい。それでも本当に思ってんの？思ってるから言ってるけど、語彙にバリエーションがなさすぎて。それはやばい。マジで。マジで。マジか。マジで。それはやばい。だけでずっと喋ったよね。それしか言わないんだよね。何の話してるか。ガチガチガチ。マジで。それはやばい。マジマジマジガチガチそれはやばい。えぐいもん結構み最近みんな何でも使うじゃん。えぐうまくてもえぐうまくていいもん。勝手に作るやん。たまにさ調子乗ってさ卵だわって言いそうになっちゃうんだよ。えぐい。でもそれ言ったら学校生活終わると思って、えぐい。絶対言えないんだけど。え、でもたまに家とかでさ、ある言うじゃん。言うじゃん。でも家ならいいんだよ。うん、学校で、これ卵だって言ったら、終わると思って、絶対言えないの、これは。いいじゃん。だからなんか、私がよく家でやるのは。言えない。わ、えぐ、卵じゃんって。言うんだけど、だえぐ、言わないの、そこ。卵って言っちゃいたいの。言えばいいじゃん。なんか言うから。で、卵食べた時に言えばいいじゃん。食べた時に。えぐ。卵だわ。いや、滑る。そらそら滑る。いや、だって、ただ卵って言っただけだから。そうだよ、滑るも何も。ないじゃん。そうなんだけど、なんか。え、何って言われたら、いや、エッグだから。いや、滑って、ごめんってなって、なんかごめんって受ける時もあるじゃん。うん、でも、エッグ、卵は受けない気がするの。ごめんって言っても。そんなにわかる。ごめんって言っても受けない気がするの。受けるために言ってるわけじゃないんだけど、ちょっと自分が傷つきそう。この卵だよ、卵って言ったことによって。もう親父みたいに最後まで言い切っちゃうか。うわ、エッグ、卵だけに違うか。やばいのよ。親父に言うじゃん。無理。違うか。自分で言うじゃん。本当に分かるぞ。違うか。え、違うかって何？違うかってなんで言うんだろうね、あれ。親父な。なんで言うんだろう。いや、マヨネーズつけるか迷っちゃうね。違うか。うわ、やだ、すごい嫌だ。今鳥肌が。すごい嫌だ。無理を感じてる。拒絶反応出ちゃってる。ごめん、なんか、もうダメだ、それ嫌だ。いや、ビールうますぎてビビるわ。違うか。なんでそんなダジャレ出てくるの。そこに驚きで。3年ごとダジャレ出てくるんだよ。それすごい才能だよ。だから言わなきゃいいの、違うかを。そう、言わなかったら、って言えるけど、言っちゃったことによってもう誰もさ何もできなくなっちゃうわけじゃん。あはあって終わるじゃん。言うことによって自分の首絞めてる気がするんだけどさ。それじゃあもうめちゃくちゃ本当に一切人に求めずに自分も回収せずに本当言うだけ、ただ言うだけ、淡々と。そんなことあるか。何つけるか迷っちゃうな。それじゃわざとじゃないかもね。そう。だから迷惑かけてない。言っちゃったみたいな。なくしたみたいな。先生そうなんじゃないの、その先生は。スマホ。あ、その先生は一応みんなに求めてんだ、反応は。先生3人ぐらいいるけどね。あのなんだっけ。なんか動詞がちゃんと使えなくてどうしようみたいなこと言ってて、でも求めないの、笑わないの、真顔で言うの。それあ、じゃあそれじゃん。けどその後一番前の人にもう一回言いますかっていう。めっちゃ面白い、それが。もう一回言いますか、もう一回言いますかっていうの聞くの。大体それです。で、あの私とかだったら、ってやるんだけど、もう一回って言ってくれるね。でも静かな子だとなんか
みたいな。なるよね。言うの。顔か言う。言うんだ。それ3回ぐらいあったよ。1個のやつで3回。3回やる。最初はグー。じゃんけん、おい。最初はグー。じゃんけん、おい。いや、じゃあ俺から。炙りとカルビが吹いてくれるからね。いきますよ。炙りカルビゲーム。いきますよ。いきますよ。パンパン。炙り。そんな早いの？炙りカルビ。炙りカルビ炙り。炙りカルビ炙りカルビ。炙りカルビ炙りカルビ炙り。炙りカルビ炙りカルビ炙りカルビ炙りカブリカブリ。何回？パン炙り。炙りカルビ炙りカルビ炙り。炙りカルビ。炙り。炙りカルビ炙りカルビアルビ。アブリカルビゲーム。やってないやってないよ。やってないよ。アブリ。アブリカルビ。アブリカルビアルビ。アブリカルビ違うよね。アルビカブリギ。アブリカブリギゲーム。アブリカブリゲーム。パンパン。アブリ。アブリカルビ。アブリカルビ。アブリカルビアブリカルビパンパンアブリカブリアブリカブリアブリカルビゲーム、やったよ。アブリアブリカルビアブリカルビアルビアブリアブリカルビアブリカルビアブリ炙りカルビ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 アルビ